夜ご飯を食べる夜ご飯を食べる。本当はね作りながらね配信しようかなとか思ったけど、あの普通にもうお家に家族めっちゃいたので、めっちゃっていうほどじゃないけど普通にもう帰ってきてたからささって作って。私ね最近自分の部屋でねご飯食べるのハマってるんだよね。なんかちょっと最近なんか自分の部屋にハマってて、私いつもねリビングにいるんだけど、なんか最近ね自分の部屋にいるようになってから自分の部屋にちょっとハマって、そうちょっとねこの部屋が落ち着くってことに気づいて、そう落ち着くことに気づかついてしまって、はい私が作った親子丼です。親子丼と味噌汁、これ味噌汁は味噌と、そうなんか今日はなんか家族以外はお好み焼きな、私家族以外ってあれやね、私以外はお好み焼きなんだけど、そう私はお好み焼きがあんま好きじゃないから自分で作ろうと思って、夜ご飯ないのはね ないで嫌だから。いただきます。これあの食べます。ちょっとねたくさんあるんだよね量は。でもね食べながらするとね難しいんだよね、喋れなくなるから。うん、難しいよね。なんかそう親子丼なんか飲み物あるよ。なんかめっちゃね今さ唇の周りがすっごくが良くて舐めちゃう。これ悪化するから後で薬塗っとかないとだけど、うん3月はマジでショールーム頑張ってみようかって思ってはいるから、そうなんか定期的に来るんだよねショールーム頑張りたい時って。けど結局ねリハとか公演とかでできないんよね、朝は朝しか。朝はね私が早く起きれたらねたくさんできるけど、まあ、朝はね喋ることがないというか普通に頭が冴えてないから喋ることもなくて目がこらできないよねいつも。てかさキャンペーン見た？私がねこれあの相口ココハさんこんばんは。やべ私さ家族にさショールームするとか言ってないんだけどいいかな。もう
そう、多分私がね、あのこの前言ってたキャンペーンが、キャンペーンのあれが多分わかると思う今日。そう、マジで売ってなくて、え、待って、これはさ、まあ、さ、あれなのかな、わかんないのかな、まださ、キャンペーン今日からさ見れるってさ書いてたんだけどな、違ったかな。キャンペーンが発表されてるならさ言えるけど、されてないなら絶対言えないからさ。いや、まだ発表されてないのかな。明日2回公演、それの久しぶり。お昼に固定して、夜はハンチャカちゃんの生誕祭です。あ、やばい、誕生日プレゼント買うの忘れた。最悪。コンビニなんか詰め忘れたのでいいかな。そう、久しぶりな気がするんだよね、2回公演。でも久しぶりの2回公演、明日早起きやない、ね、今日は、あ、昨日は11時に寝たんです。11時半まで、まあ、11時くらいに、まあ、10分ぐらい、まあ、寝て、今日ね、でもね、やっぱね、早く寝るとね、早くね、ちょっと一回目が覚めるんですよね。今日はだから一回6時に目が覚めて、その後7時半に起きた。でもその7時半に起きるとか見ると、またあ起きたくないと思いながら起きるのね。でも今日はすんなり起きれたから、やっぱね、早く寝るって大事だよ、みんな。早く寝るって大事、めっちゃ。だから今日も早く寝よう。これ食べたらもう速攻で、もう9時になったら速攻でお風呂行って、でお風呂を入って、待って、そしたら9時に終わるでしょ。でそっからお風呂入ったら、まあ10時までに上がるでしょ。もう10時までに上がるから、普通に10時ぐらいに、10時半に寝れるんか、いいね。X さんの消せアカウント、そこで、そうそうそうちょっと、ね、コメント見て、コメントだけ見て飛ばしてた。なんか X が、なんかハンちゃんも今もう小6、入った時小6だったから今中1じゃん。でお誕生日来たらやっぱ X が解説できるのね、個人アカウントが。そう、
だから今その今の中1組がもう全員誕生日来てからだからもうあのツイッターまだ個人アカウントがないのってユイナだけなんよね。でユイナの個人アカウントになっちゃうからなんかみんなで回していこうみたいな感じになりました。なんかみんないつもいつもはさその4人で回してたわけじゃん、そのショーカルテットのけどユーナが1人になっちゃうからもうみんなでこのアカウント使ってもいいよみたいな感じになってでもユーナは今まで通りそっちでも投稿するからそっちで投稿するからうんそうって言われた。だからもうアカウントも教えてもらったからあのアカウントも教えてもらったから私もいつでも投稿できちゃうんです。あれは実はなんかだから多分ロッキーで集まった時公演の時ロッキーでみんなで撮ったような写真は多分そこに載っければいいのかなって。そういうことです。ロッキーでみんなで回していきましょうっていうことになったので。もう3月に入っちゃいましたね。早いな、3月入るの。556日。3月もうさ卒業式まであと何日だよって話なんだよね。結構ガチめに卒業式がもう迫ってきてるのね。中学校はもう卒業しちゃいます。私中学卒業です。やばいな中学卒業は。
通に関心深い。うん、ね、やばくない？普通に私卒業しちゃうんですけど。だって卒業したらさ、あれじゃね、メールとかもさ、みんなちょっとさ、早め投稿できる。卒業式泣かなさそう、私は今のところは。卒業式マジ泣かないと思うんだよね、私。知らないけど、こういうこと言うとはね、意外と泣いたりするかもしれないけど、私は泣かない。寂しいと思うよ、なんか中学生じゃなくなることに対しては。泣くもんかな、泣くものなのか、これは。思い出は、そうなの、思い出がね、ないんだよ私。なんかこのなんかさ、いや1年生のクラスの方が楽しかったし、2年生のクラスも楽しかったけど、3年生のクラスがあんまりね、仲いい子と全滅しちゃったから。そうなので、最後の方は楽しかったよ。なんかちょっと打ち解けられた、新しいお友達もできて新しいお友達が3学期になってできて、ちょっと打ち解けられたなんか気がしたんだよね。ちょっと待ってて、ただいま。三学期ってほんの、そうなのよ、ほんの少し前ね。でもさ、もうさ、会わなくなっちゃうのかなって。つながりがないからさ、普通に LINE もそんな全員と交換してるわけでもないからね、会うこともなくなっちゃうのかなと思うとね、悲しいけどね。けどね、いいのよ、もう。薬を塗ってみた、口の。だってさ、いくらさ、なんか中学校ってさ、そこら辺の地域の人が集まってるとはいえさ、会うことってそうそうないと思うんだよね、私。だって今でさえさ、そのもしさ、小中学校のさ、近くのさ、あの小中学校の近くのスーパーとか、 駅の近くとか、なんかちょっとみんなが集まってそうなさ場所行ってもさ、会わないよ全然。だから会うことしかもうないんじゃねって思ってもう
ね、会うことない。しかもね、私のね、みんながね住んでるね、私の家がねちょっとね、なんか私の家と仲いい子の家が結構真逆方面にあって、だからなのか分かんないけど、私は仲いい子、仲いい子っていうか普通に会わない、私の家の近くでは誰とも。だって会わないよね、高校違うとかはほとんど会わなくなった。そりゃそう。高校入った小学校の友達は年に1回くらい仲良しな人だけだと思う。うん、なんかさ悲しくない？私さ、高校生はまあ友達作れるのかな、ちょっと分かんないんだけど。まあ仲いい子だけでもちょくちょく連絡したり、なんかさ、もうさ、ここの学校この日なんかみんなで遊ぶんだけどみたいな日さ、誘ってもらったりしてみようかな。でもね、だいたいそういう時ってね、公園が入ってたりするんよね。結構泊まりそうですよ。なんか私さ、中1の時めっちゃ活発だったと思うんだよね、自分で。自分で言うのもなんだけど、なんか中1の時ね、結構私ね活発な方だった気がする。でもなんかそれって、私すっごいそのクラスが居心地よかったんだなって今気づいて。そう、そのクラスって多分すごく居心地が良かったクラスなんだろうなって、私的に。まあ確かに今思えば、先生もまあ喋りやすいし、私的には喋りやすいし、仲良い子も多いし、そうなんかし、クラスもめっちゃ平和だったから、平和ってか普通に喧嘩めっちゃするんだけど、異様になんかちょっと平和だったからさ、なんか私がすっごくあのさね、落ち着いていられるクラスだったんだってね、すごいなって思っちゃった。そうなの、私のクラスは結構なんか喧嘩多めで、なんかね結構しょっちゅう喧嘩するんですよ。まず学級委員の子がなんか結構、その一学級の学級の子が結構厳しくて、なんかその子が異様に厳しいのね、多分最初の中学校でっていうのもあって、なんか結構そう、最初の中学校最初っていうのもあって結構厳しくて、張り切ってるのね多分相手も。しその子ね、小学校が一緒なんだけど、あんまりそういう委員会とかするタイプじゃなかったから、まあ、高校、あ、中学校デビューするのかなみたいな思ってて、私的には。でもなんかめっちゃ厳しくて、この黙想するじゃん、授業始まる前に黙想があるんだけど、そう、黙想するときになんか普通に目閉じて、まあ、ある程度してたらいいじゃん。なのにそう、気合い入りすぎてたな、学級委員の子がそうなんか黙想するじゃん、やっぱ授業に集中するためにも。その時黙想して、普通にも黙想するじゃん。なんかもうその子はなんかめっちゃ姿勢良くないと許してくれなくて、足もちゃんと床につけないとダメだったし、なんかこうやって目閉じられて、なんか椅子のこの背もたれから背中離してって言って、足もねやってって言って、なんかね黙想するときに前を向いてって、下向いちゃダメなの、前向いてって言われる。だから私ね、その1年のさ、最初の時、藤野さん前向いてくださいって言われた。あ、すいませんみたいな、前向いてくださいって言われちゃって、あ、はい、すいませんみたいな、そう、黙想があってこうやって目閉じられて、まあ、でしかもそれになんかちょっと反抗したがる子もいて、クラスになんか黙想せずに遊んでる子とかがいるんですよ。そうで、なんか黙想せずに遊んでる子もいて、そう、あ、
遊んでる子がいたらしくて、なんか目閉じてみたいな、その気合入ってる楽器の子ね、早く目閉じてって。でその子が一向にね目を閉じなくて、だからその子がちゃんと黙想するまで私たち黙想付き合わされてんの。だから授業の最初の5分多分ずっとねうちらねそのクラスだけでずっと黙想してんの。しかもなんか先生も何気にちょっと協力的でさ、なんかお真面目だ、ね、多分ね一番最初の方だったからまだ分かんないじゃんその子がどんな性格かも。だからこの子は多分ちょっと熱血な子なんだと思ってたのか、なんか先生もねさすがにさ授業のさ5分間最初の5分間さ黙想とかしてられないじゃん。その5分間でさ小テスト受けれたりさしたりするじゃん。でさって思うの私的には、なんか先生も普通さ、だからその最初の5分間は5分もささすがにしてたらいいよいいよってなるけどさ、なんか先生も協力的でなんか先生も待ってたの。なんか大体私の学校黙想って言って、まあ、チャイムが鳴るまで1分前から黙想するのね。その授業が始まる1分前に黙想して、チャイムだったら先生がはいって言って黙想やめって言って授業始まるんだけど、なんか その時は先生が先生がはいって言ってもう目閉じていいよという合図をせずに、その子が合図を決めてたのね自分で。その子がだからいいって思うまでその目を閉じられさせてて、こっちはなんでさそんな一人のためにさ私がさそんな5分も目閉じてなきゃいけないのって感じじゃん今の思えばね。ちょっとめんどくさかったなと思ったそうなのよ。どうもなんかちょっと伝わったかな。なんかよ簡単に言えばなんかちょっと気合が入りすぎてて、学級の子はなんかめっちゃ厳しくて、一人が黙想しない子、一人でも黙想しない子がいると、なんかその子は永遠とその子だけを黙想させればいいのに、私たちも連帯責任で黙想をさせられて、なんかはにゃって早くさあれなんだよ、早くさ開けさせてくれよ目をって。なんか一般外だったらさちょっとさぼーっとしてればいいじゃん。5分間ってなるともう公演1曲分はしてるんだからね、こうやって目つぶって。そうなんか今さっきからさ昭和みたいとかさなんか今時厳しいねとかじゃ言われてるけど、これは私の学級委員の子が気合入りすぎてこうなってるってだけで、今は全然温暖です、普通です、勘違いしないで、今は全然そんなことないから。そうね、面白い。公演曲分さみんなはさコールもせずにさこうやって目閉じることはできるのか、嫌ですよね。私はそういう時もうずっと歌を頭の中で再生させてなんか黙想したりしていますけど。そうでもね私ね、そういや5分はやばいよね。本当に。しかもあでも結構私のクラスやっぱり結構喧嘩してたな、喧嘩してたな今思うと面白いくらいに喧嘩してたなね。あとね私ね中1の時になんか今まであんまね委員会とかするタイプではなかったんだけど、中1の時はめっちゃなんか気合入ってて、私もなんか私も気合入ってて委員会にねやってたんです。委員会をしてて、なんかそれはクラスで各委員2人ずつ、まあ、だから全員しなくてもいいみたいな、合計10人ぐらいがするんだけど、まあ、12人ぐらい、まあ、半分ぐらいがするんだけど、それもして、でそのさなった人たちで集まって、なんかお話し合いをするあの委員会活動、まあ普通に放課後に残って、それでその中で
なんかその委員の中でももう一段階なんかリーダーみたいな、その学年ごとにね作んなきゃいけなくて、例えば学習委員だとしたら、学習委員はクラスからまあなった人たちがいて、その学1年生の学習委員の子たちが集まって、まあ、全学で集まるんだけど、まあ、その時になんか1年生2年生3年生、まあ、学年ごとにリーダーを作んなきゃいけなくて、で私はねその1年の時委員会をしてました。やったー、そう委員会してました私は。いや私やっぱ中1はちょっとパリピってたなって思うんですよね、普通に私がね。中1は私ね結構パリピってたな。そう、そうでも別にそれはそれは頑張っても頑張らなくても内申点には入らなくて、私の学校はね学級委員をしないとね入んないのかな、私の学校だけなのかな分かんないけど、あの普通に委員会はあの生徒会のもう役職に就くか学級委員をするかしないと内申点はもらえなくて、そう内申点がもらえなくて、そうコーンフレーク美味しい。そうなので、しかもめっちゃ褒められた私。そのさ生活委員してたんだけど、生活委員のね委員のねお姉さんにめっちゃ褒められた、なんでか忘れたけど。でも2年生に入ってから、だって2年生の春からさもうさあれだよね、私 HKT 入ってるからもうそこからは何も委員会してなくて、そっからぼっちになりかけた。なんか HKT 入ってから多分そのね1年生の時にめっちゃ仲良かった子が、まあ、クラス一緒だったんだけど、その子とはぐれてから普通に友達いなくなって、うん、いなくなって、そっからやばいベロガムだ、あー痛かった、舌噛んじゃったコーンフレークなんか食べてたら。痛かった。もう何の話してたか忘れた。あ、そう2年生になってからあの仲良かったことをあの外れちゃって、クラスが離れちゃってか離れちゃってぼっちになりかけました。でもまだね 2年生の頃はね全然話す子はいました。問題は3年生も話す子はいたけど、普通に仲いい子の人口密度があの少なくなっちゃって、そうクラスにいる、うんね、なんかね、なんだろうね、でも自分の気持ちの問題かもしれない。中1は小学校も結構おとなしめなんよ私。中1はなんか頑張りたくて中学校生活を普通に、そうだから気持ちの問題かなって思います。なんかもう中2中3は諦めてたところもあったから、うん仕方なかったのかなって。
だから高校でも頑張りたいという気持ちがあったらね、できると思うんですよね、私。友達は。できるかな、できないかな。まあ私が次第です。学校にどんな子がいるか分かんないですし、高校はやっぱ中学の友達もねいない、もう既存のお友達はいないじゃん、そんなに。ねえ、中学校でもね、私ね、なんか最近ね、うん、そうなのよね。 HKT の同学年、みんなが同い年でっけど、ほぼもう年齢はずっとほぼね一緒な時がないのよ、私とみんなはね。2ヶ月しかなくて、多分一緒の年齢が。だからほぼみんなはココッペと同い年なことが多い。みんなが3月23日生まれで、私が5月25なの。2ヶ月、丸々2ヶ月だから。ね、いや今月はマジショールームを頑張りたいと思ってる、めっちゃ私の気持ち的には。なんか5月、うん、いやー卒業だって早いなー。なんかほっぺがもちもち、今自分のほっぺが。明日は朝配信します。朝配信しかしませんので、皆様、私明日は朝配信しかしませんので、夜はね2回公演だからあんま時間がなくてバタバタしてると思われますので、あんちゃん生誕、そうなのよ。ここ転してあんちゃんの生誕祭。まあ朝は普通に朝いやショールームを頑張りたいって思って、何をやっぱ時間は、まあ、1時間もしたいじゃん、できれば毎日、まあ、できない時もあるけど、できる時はして、なんかできる長くできる時はね、長くできる時に頑張って
ね、でも多分春休みもう多分私はあの卒業生なので中学校のもうね結構早めの段階でいつでも配信していいよってなる気がするからそうなると思うからそうなると思うからねそうそうそうだから多分ねいつでも昼とかも配信できる気がするそう料理配信最近料理配信にハマっててそう料理配信ハマってる結構いや、料理配信って楽しいのよ、ちょっとだけなんかさ、一石二鳥じゃん配信しながら料理もしたらさご飯を作るさ、時間とかがさなんか時間を有効に使えてる気分になる、めっちゃほうしかも私的には普通に話すの時ってなんかまあ面白い話の時だったらみんなさ聞いてくれると思うんだけど私がしょうもない話とかさしだしたらさ多分みんなつまんないと思うじゃんまあ料理だったら何かしらまあ見てて楽しいんじゃないかってだから料理ってさ見るの楽しいじゃんだからねいや、終わります。ほろほろ。50分。終わります。13位、マー君さんありがとうございます。12位、シンさんありがとうございます。11位パルサさんありがとうございます。10位グフさんありがとうございます。9位サシさんありがとうございます。8位ワンタンメンさんありがとうございます。7位 BJ さんありがとうございます。6位ウッチーさんありがとうございます。5位サユニャンさんありがとうございます。4位カンさんありがとうございます。3位タドの魚さんありがとうございます。2位ミルンクラゲさんありがとうございます。1位ポテチーさんありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。明日もね朝です。明日は朝。さよなら。